沖縄戦の実相に触れるたびに、戦争というものはこれほど残忍で、これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです。この生々しい体験の前では、いかなる人でも戦争を肯定し美化することはできないはずです。戦争を起こすのは確かに人間です。しかしそれ以上に、戦争を許さない努力のできるのも私たち人間ではないでしょうか。戦争この方、私たちはあらゆる戦争を憎み、平和な島を建設せねばと思い続けてきました。これがあまりにも大きすぎた代償を払って得た、譲ることのできない私たちの心情なのです。続くのだろう、この怒りいつ消え去るのだろう。ここは日本の国、ここは私の命、ここは日本の国、かぐわしき島。